もう一シャルマ少佐、AC、SM は死後、インドで最も高い平和時の軍の装飾である、アショカ・チャクラを授与されたインド陸軍将校でした。メジャーシャルマは、エリートの一ショートトンパラソフの出身です。彼は2009年3月21日に、カップワーラチックで、ブラボー暴校チームを率いて戦死しました。2009年3月21日、彼は、 ジャンム・カシミール州のクップ・ワラセクターのハフルーダの森でテロリストとの遭遇に従事しました。彼はその過程で4人のテロリストを殺害し、2人のチームメイトを救出したが、彼を殺した複数の重装を負った。この行為のために彼は死後、インドで最高の平和時の軍の装飾であるアショカ・チャクラを授与されました。彼は、 彼のキャリアの早い段階で2つのギャラントリー装飾を授与されました。最初だったのコア表彰カードの間の例示的なテロ対策業務用操作ラクショック続いたセナメダル2005年秘密捜査後勇敢ためもう一シャルマ少佐は陸軍将校であり国への奉仕の遺産を続けている妻のリシマシャルマ少佐によって生き残っています。2019年デリーメトロコーポレーションは ラジェンドラナガル地下鉄駅をメジャーモヒットシャルマ地下鉄駅に改名しました。モヒットシャルマは1978年1月13日にハリアーナ州ロータクで生まれました。彼の家族のニックネームはチンツでしたが NDA のバッチメイトは彼をマイクと呼んでいます。彼は1995年にドスケージアゴドから12回目の学校教育を終了し、その間に NDA 試験に参加しました。12回目の終了後、マハラシュトラシューシェガウンのシュリーサントガジャナンマハラジ、高科大学に入学しました。しかし、彼の大学時代、彼は NDA の SSB をクリアし、インド陸軍に加わることを選択しました。彼は大学を卒業し、国防アカデミーに参加しました。彼はギター、口オルガン、 シンセサイザーを演奏するのがとても上手でした。実際、彼が出会った新しい楽器はどれも習得するための挑戦として受け止め、完璧に演奏できることを確認しました。彼はライブパフォーマンスをすることを躊躇せず、彼の美しい声でリスナーを魅了し、ヘマントクマールの歌を歌い、口のオルガンで演奏しました。1995年、もうトシャルマ少佐はエンジニアリングを離れ、 NDA に参加して夢を追求しました。彼の NDA トレーニング中、彼は水泳、ボクシング、乗馬などの複数の活動に秀でていました。彼の好きな馬はインディラでした。彼は馬場に身体差の訓練を受けて乗馬のチャンピオンになりました。彼はまたフェザーウェイトカテゴリーのボクシングの勝者でもありました。NDA での学術研究を終えた後、 1998年にインド軍事アカデミーに参加しました。今では彼は代替カデット補助者のランクを授与されました。彼はラシュトラパティバワンで当時のインド大統領 KR ナラヤランに会う機会を得ました。彼は1999年12月11日に注意に任命された。彼の最初の投稿は第5代替マドラス連隊のハイデラワードでした。 平役の3年間の成功を完了すると、モヒット・ショーサーはパラを選択し、2003年6月に訓練を受けたパラコマンドになり、12月11日に船長に昇進しました。その後、彼はカシミールに配置され、そこでリーダーシップと勇気を示しました。2005年12月11日にメジャーに昇進し、彼は勇気を持ってセナメダルを授与されました。 三回目の投稿で、彼は、ベルガウムでコマンドスを訓練する責任を与えられ、そこで2年間指導しました。その後、モヒット・シャルマは再びカシミールに移され、そこで、最高の犠牲を払いました。アショカ・チャクラを受け取る、モヒット・少佐の妻、リシマ・シャルマ・少佐、クップワラ作戦中に、モヒト・シャルマ・少佐が行った、最高の犠牲に対して、 彼は2010年1月26日に国内最高の平和時ギャラントリー賞アショカチャクラを授与されました。ありがとうございます。